はい、こんばんは、よしでーす。タミでーす。今日は佐藤町ですね。おー、どこへ行きますか？昨年の9月にオープンした赤ちょうちんさん。おー、居酒屋さんですか？居酒屋さんですね。おー、素晴らしい。すごー、もともとの鉄屋さん。はいはい、はい、うどん屋さんですね。はい、そうです、はい、そちらに行ってみたいと思います。今日も飲むよ。じゃあ行くぜ、レッツラゴー。当チャンネルは熟年夫婦のヨッシーとマミさんが食べ歩き、飲み歩き、車中泊をし、人生をそれなりに楽しんでいる模様をアップしております。チャンネル登録、高評価いただけると幸いです。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。生たい、めっちゃめっちゃ大きい。今回はめっちゃ嬉しい。とりあえずね、刺し盛りと、はい、刺し盛り、もつ煮、信州白味噌もつ煮。お通しです。タチウオだ、タチウオだ、タチウオ。おいしい。ちょっと塩気が効いてて、おつまみも最高。刺し盛りが来ました。結構で、結構です。かっこいいです。これ味ついてるからいい、このままで。おいしい。イカもコリコリしてる。美味しいです。十分かな。全部美味しい。美味しい。この炙りで美味しい。炙られて。してみます。これね、あのいくらの金目。金目。いくらの醤油漬けも頼むと思う。わかめさん、これ一緒に入れます。すいません、お待たせしております。もつ煮ですね。一杯もこちらよろしければお使いください。とハイボールください。ハイボール、はい、ありがとうございます。はい、すいません、ハイボールです。はい、お願いします。何でやまだいっぱい大だから、ね、やっぱり塩はつけるんですね。どうでしたか？気になるメニューが結構いっぱいある。ある。もつ煮が来ました。白味噌です。めっちゃ濃厚。濃厚なの？うん、めっちゃ味噌の味する。めっちゃ辛め、美味しいやん。濃厚。うん、来たろ、来たろ、うん、まこの色に甘いのかなって思っちゃうけど、全然甘くない。甘くない、美味しい。美食です。なめたけおろしとホタテグラタン春巻き、はい、を2本ありがとう。2杯目2杯目って大だ。2杯目は2杯目だよ。
めっちゃ舐めたけど、めっちゃ濃い。舐めたけおろし。今から思い出したのか。昔の教えてくれて覚えてる？何？舐めたけご飯教えてくれて覚えてる私の。昔舐めたけご飯一緒に生活するようになった頃にな、舐めたけを一瓶買って炊き込みご飯したらめっちゃ美味しいでって教えたのよ、しいもんな。そうそんなことは全然気づかなかった。そんな簡単なご飯があるんだご飯炊くときにご飯と水を入れてそこに舐めたけの瓶を一瓶ぶっ込んで炊くと美味しいよって言われた。躊躇なく一本入れる。そう、カットな、全部入れたらいいんだよ。2号か3号な。青少年って28年。やば、28年って恐ろしくね。28年でこれを取るってのはすごいと思う。逆になんだかんだ喧嘩もするけど仲いいんやって。じゃあみんな仲いいって言ってくれるんか。まあ、まあ、そう、仲いいって言ってくれるんだけど、別に俺はこんなもんじゃねえのって。ああ、自分たちのあれでね、自分の中では人より仲がいいとかそういうことはあんまり感じてない。分からんな、人はこうやって変わるから。おじいとおばあとか、俺は別に普通だと思う。ホタテグラタン春巻き。じゃあどうすんのかい。じゃあ、まじ熱い、熱い、熱い、超熱い、超熱い。もう一口いただくと気にしちゃう。あ、優勝優勝優勝。何味がうまうま。まっ、はい、棒。まだ4杯目です。この度ですね、2024年2月をもちまして YouTube チャンネル等ですね、開設3周年になりました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。これも一人にね、皆さん見ていただいている、皆様のおかげでございます。ありがとうございます。超嬉しいです。3年もできると思わなかったから。3年もね、やると思ってなかった。うん、嬉しいよね。超嬉しいです。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当マジで声かけてもらう機会も多くなったし。うん、そうだよね。お友達の輪がね、ものすごい広がりました。広がりました、本当に。うん、そうです、そうです。これからもね、積極的に声かけていただきたいですし、うん、応援していただけると嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ということで、よろしくお願いいたします。乾杯でーす。乾杯でーす。お願いします。すごいいい人だから、みんなそこ喋ってくれて、さっきからさ、あっちであの人、こっちは喋って喋ってね、すごくなんか楽しく飲んでられるから、バランタインオーラ全開でさ。そう、港村じゃないで、簡単の方が良かったです。海鮮わさび漬け、海鮮わさび漬け、めっちゃ美味しそう。ちっこいっちゃう、めっちゃ美味しそう。あ、ダメだ、そんな辛いの。ツンってくるけど、これはツンってきた後にガッと飲むためだ。うまっ。ね、美味しいよね。ね、海鮮自体が美味しいから、うん、めっちゃ美味しい。でも潰して、卵をつけてまろやかになるから。海苔のアクセントでいい。うまっ。めっちゃうまっ。最後、おつまみに最適だね、これ。うん、このわさび感が、そう、酒が進むようになってから、これ美味しい。マジで美
セミちゃんのやつも入ってる。うん。ありがとうございました。お疲れ様です。赤ちょうちんさん、行きました、はい。よかったです。大変美味しゅうございました。どれを食べても美味しい。でも一番印象的なのは海鮮のわさび漬け。うん、美味しかった。お刺身系はね、やっぱすごい美味しかった。美味しいよね。うん。うん、あとなんて春巻きも美味しかった。ホタテグラタン春巻き、あれも美味しかったですね、うん、甘くてな、ホタテの味がして、そうそう、もつ煮も美味しかったし、うん、そう、まあ結局全部美味しかったっていうお話でございますね、散々飲んでね、あれからね、そうそう、大将の奥さんも、ね、すごい気さくな人で、とても入りやすいお店でした。そうですよね、結局あれからカウンターが空いたもんで、カウンターの方移って、結構ね、話し込んでたくさん飲んでしまいました。はい、はい、とても良かったです。はい、では気になった方、ぜひ行ってみてください。じゃあね、バイビー。